はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。太陽の巻き場をガチャということで、太陽の巻き場をイベントというのが始まっております。当然ガチャで私は北方くるみ太陽の巻き場王を拾えたり、プレゼントが届いてるわよ。まずはいつも通りガチャをやっていきましょう。これは SR ですね。俺は待ってるぜ。そしてイベントガチャを引きます。太陽の巻き場王ガチャ、日の出巻き場王が株券で登場ということですね。ガチャは日の出巻き場王 UR ウルトラレアですねが 1% ということです。これは引くっきゃないでしょう。さらになんか10連おまけというのもあるみたいですな。なんだこれ。まあ、最も UR ですけど、覚醒4って覚醒4なんか出ないだろう。 1% なのに。こんだけお金投資しなきゃいけないんだ。サイレントディール。ラットビッキーってどんな馬なんでしょう。その太陽の巻き場王の馬なんでしょうか。この日の出巻き場王、これがね出るんですよね。これがフラットビッキー SSR。 司法校舎なんて持ってますよね。白い奇跡、なんかあれみたいだな。マルスじゃなくって何だったっけ、シルフィードみたい。勝負根性 SS で足毛または白毛の馬だと発動。海馬ってなんだ。まあいろいろ調教もこういう種付けするとついてくるんですよね。単独出走無制限で出たりも、覚醒4で無制限ってすごいですよね。まあでもそれをするまでは気合い入れていくわよ。どんだけ投資しなきゃいけないんだっていう話になっちゃいますよね。8月20日まで太陽の巻き場をコラボ、日の出巻き場をですね、こちらをコラボが行われます。夏を駆け抜けろというわけで、肩の丸へ戻ってまいりました。エリザベス女王杯勝ちましたね。うまくいけば有馬に出たいんですが、さて果たしてどうなるか。まずまずかしら。大根、いい感じだわ。おっとこれ違う。事務所行きましょう。フレンドが申請があるんですかね。いや、ありがとうございます。パワープロ旧社さん、これ35人のフレンドがいますね。今上限が50人なんで、
もう1年以上前の人が最終ログインなんで、これはいいでしょう。神社行きましょう。大凶。あー、ダメでしたね。クエスト達成よ。気合い入れていくわよ。香港の州です。もちろん出す、まだだ、出したいですが出しません。最適そう。人参か。嬉しそうね。気合い入れていくわよ。さあ、パートナー調教です。サニーブライアンスタートですよね。いい感じだわ。生姜アップします。有馬記念登録しましょう。なお、ダートも悪くないんで。東京大賞典行ってもいいかもしれないですよね。何かよ。馬体重はこれでベストです。さあ、状態もいい。レモンの力。有馬記念に挑戦です。さあ、トレーニングの成果を見せなさい。ただいまより投票受付を開始します。 1.5 倍ですね。はい、グリグリです。サウンドオブアース、リアファル、リアファルいたな、そんな馬が丸がついています。ラブリーレーが黒三角程度ですね。客室は差しですか。リアファルの逃げ位置ですからね。リアファルやっぱり中山ってこともあって警戒しないといけないですよね。1600万にすら出てますが、それは関係なく展開が有利ですからね。ゴールドシップとか2番人気で全然なのに全然調子悪いんですね。北三ブラックなんかもいます。1年を締めくくるグランプリ有馬記念です。ゴールドシップ、北三ブラックがいますね。その他にも有力馬がたくさんいます。戸崎はルーズバックに乗られてしまってますからね。いよいよ大詰めを迎えましたグランプリです。戸崎を悔しがらせたい。2頭がスタートの瞬間を待っています。
スタート赤木です。5番。うん、ちょっともうちょっとスタートよければいいんだ。まあ9大点でしょう。ゴールドシップか先行グループからまず見てまいりましょう。10番ラブリーデイが行く構え内を通りまして集団や後ろですね。その後ろでやりましょうか。リアファルもラストインパクトゴールドアクター出ます。縦長の展開になってます。肩のマレーはこの辺り、そしてその後ろからアドマイアデウス、それからもう一頭ゴールドシップワンアンドオンリールージュバックがそのうちにいます。そしてしんがりからアルバートでやります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭は7番手ですか。機嫌よく行っているのかどうか。12頭が第1コーナーに行きます、ね、外を通ってラブリーデイ、そしてそのうちにリアパル、その後ろサンバシンくらいやってラストインパクト。そんな展開は早くないんですけど、考えてるという心理的なものはどうだ。そして6番手に12番サウンドオブアース、ここにいました。圧倒的な支持を受けた大本命カタノマレーであります。そしてその外に11番アドマイアです。そのうちからはゴールドシップワンアンドオンリー、内から1頭ルージュバック、しんがりから2番アルバータであります。流れるようにレースが展開されています。北サンブラックがわずかに先頭、その外ラブリーデイ、内を通って4番エアファル、その後ろサンバシンくらいあってラストインパクト、そして5番手にゴールドアクターであります。9番ゴールドシップエンジンかかったか、そしてその後ろから12番サウンドオブアース。さあちょっと立ち遅れたか片野マレー、直線伸びてくるのかどうか。抜けた、抜けた、直線が短いからな。ゴールドシップが一気に先に抜け合ってしまいました。どうしたのか。ちょっと止まったかも。逆転から完勝よね。やりました、完しました。有馬記念制覇です。ちょっと立ち遅れた時はヒヤッときたんですが、最後は頭差かしておりました。3着8番以上のように確定しました。前止まらなかったですからね。元気ないですよね。いい感じだわ。さあ項目です。何かよ。気合い入れていくわよ。はい、というわけでエリザベス女王杯に続いて有馬記念も勝ちました。